こんにちは、セラです。ココミです。ココです。今日は質問コーナー、イエーイ。朝食は何食べる？せーの、コーン。はい、今チョコじゃないですか。コーンがいいです。え、コーン絶対朝からマヨネーズのコーンがいいです。カロリー高め。私はチーズの時ですとか。スマホの機種何？ iPhone 13。 iPhone 13。勉強時間は学校以外だとテストがある日以外はゼロです。テスト期間じゃない日はゼロに近いです。テストの前日は30分くらいはやったりします。たまにテスト期間は平日は3か4とかですかね。テスト期間は何時に寝る？3時。あ、テスト期間ないんだった。2時半。ダラダラしすぎちゃうんで、ね、私なんかテストやる前にもなんかダラダラしちゃうし、やってる途中もダラダラしちゃうから、結局2時半とかになったりします。私は平日は2時とかですけど、次の日休日とかだったら3時とか。ほうほう、まだ頑張っちゃいます。欲しいものある？あります。あります。ヘッドホン、脱毛器。今行きたいところ、京都ディズニー。京都はどこ、何、え、何行きたい？スイーツ巡りしたい。絶対持ち歩くものは？スマホ、財布、フリスク。60分生ききれいと、エアポッツ、あとリップ、ビューラー、マスカラ。もう大丈夫です。私はスマホと財布です。はい。垢抜け方法は？垢抜けたない。私が逆に聞きたいです。去年と変わったなって思うのが、今日ノーセットだからあれだけど、前髪とか眉毛、眉毛去年太すぎてなんかもうおじみたいにして細くしたりとかいろいろやってみたら、去年とちょっと変わったなって思うとこがありました。で、とりあえず前髪大事です、はい。あ、涙袋もね、いろいろ研究して最高の最高違う、じゃあ最高のものを手に入れたんじゃなくて、最高の惚れ方とかを研究したり手に入れてない視力何？なんだろう、0.3 くらい、裸眼だとうちわかんないの、なんか悪くなってそうな気がする。 B とかだと6月に測った時が A と A だと。髪色、何色に染めたい？ブルーブラック、ダークグレーとかも迷う。インナーが金髪みたいな、それかブリーチしない程度の明るめの茶色、あとブリーチなしのニフティブラウンとかやりたいです。サイが使っているカバンはどこの？ジルバイジルスチャート。私わかんない。ああ、ノブランド。リコちゃんはそうだね。マーク・ジェイコブス。言い慣れてないか。マーク・ジェイコブス。誕生日いつ？9月11日。12月1日あともうすぐです。もうすぐ？マジで？マジ？やってくれると思う。そうだよ、本当に。それが心配です。3人で恋バナする？全くしません。ママの好きな料理は？最近ママの料理食べない。食べるよ。確かによね。妹。あ、妹が作ってる。最近。ありこっこだった。最近夜ご飯と朝のお弁当。うん。リココちゃん作ってくれるの？そう。じゃあカレーじゃあとりあえず豆腐ハンバーグ。あ、豆腐ハンバーグ美味しいよね。あと唐揚げ。わかるわかる。あと昼ご飯の、昼ご飯のあの明太パスタ黒歴史ある？あ、黒歴史、あるよ。思い出せないな、めっちゃあるけど。でもさ、いつまで経っても忘れられないのが黒歴史だよね。はい、中2の頃とか、あのインスタで質問ボックスとかめっちゃやってたこと、ボットの質問に一生懸命返してたこと恥ずかしい。面白かった。くしゃみが止まらない、これって恋ですかっていう質問にボットで花粉症かなって悩んで答えたの。本当にやばい。異性に言われて嬉しい言葉。キャップ萌えとか。萌えなんて言わないわ萌え言わない。おかしい、おかしいよね。嬉しい萌えだね。キャップ萌えって言わないえ、なんだろう、ありがとう、シンプルに。え、かわいいねとかさ。かわいい、嬉しい、
可愛い嬉しい。あと好きですとか。硬い何か。硬いよ、ね。好きです。今日も可愛いとか。めっちゃ大好きとか。去年の3月ラグーナに行った？行ってないです。1月でしょ。え12月じゃない？正月近くに行きました。あ年末には行ってないけど。年末？年末だよね。こうやって言いました。あ私って顔してる。本当にキモい。あれ黒歴史。おお。アヒル口を意識したことしてた時期。黒歴史です。最近困ってることある？あります。それは鼻水です。この声、鼻声、カラオケで歌いすぎて空気いっぱい吸っちゃって、アレルギー反応が起きました。つらかった。私は。なんか朝眠いです。私も早く寝て。昨日も12時に寝たのに、なんかその前に昼寝で4時間寝ちゃったの。やばい、4時間寝たの。なんか朝めまいするの。へえ。耳鼻科行きまーす。よく見る YouTube はマリマリマリーさんでーす。ユースホビーさんとか。私はモルネです。あと最近は YouTube で音楽ばっか聴いてる。自分の好きなところは？え？え？自分の好きな場所。あ、顔？顔？じゃあ腕です。腕なんだ。じゃあ膝です。あ、足首とか？膝でしょ？膝じゃない。え、じゃあもう持ってたんでしょうかな。はい。ムニムニとか言って。何話好き？友達に好きな人がいます。スキンケア方法教えて。本当に何もしなくて私本当にサボりがちで、ここにほうれい線のクリームを塗ったりとか、クマのクリームを塗ったりとか、あとここにバセリン塗ったりしてます。はい。基本的に化粧水とかあんましないです。荒れちゃうの、敏感肌だから。私はパックですね。何歳からスマホ持った？中2でした。小6でした。小6のクリスマスでした。許しますよ。でもみんな早いの。本当に時代は変わる。時代だよね。ライブ配信する予定ある？ないでーす。でもしようと思えばいつでもできる。インスタライブですかとかね、だね。 YouTube ライブとか、うん、してほしいそうです。はい。ランドセルは何色だった？チェリーピンク。チェリーピンク。え、そう。赤強めのピンクも入ってますよみたいな色です。私はピンク強めで赤も入ってます、ちょっと入ってますよみたいな感じ。ピココちゃんは紫です。はい。白が良かった。白。白。なんかクリーム系の、あー可愛いなと思って。あれ、久しぶりにしてさ、めっちゃ可愛いなと思って。50m 走何秒？やばい、最近測ってないけど、一番最後の記憶で中3の頃か、 9.4 って言っても変わんないんですけど、 8.9 です。足痩せ方法を教えて。私自分じゃ開発できないから、なる姉さん。なる姉さんの足パカ。最近嬉しかったことは？マジのプリが取れた。テスト終わったことです。はい。あとドラマ見るのが楽しいことです。高校受験の前にやっといた方がいいことってある？その学校の過去問を解きました。英文とかいっぱいやってるとさ、あ、この単語また見たことある、この単語また見たことあるみたいなさ、どんどん覚えてくるじゃん。またなんか見たことあると思ったやつをメモして覚えれば、意外と文章が理解できるようになりました。なりましたよ。じゃあ来ました。受験生の時どれぐらい勉強した？受験生の時焦りっていうのを感じなくて、私どうやらだから、本当にギリギリまで焦れなくて、あ、やばいって目覚めたのが2週間くらい受験の。本当にやばくて、本当に頭も悪かったから、もう中1の単語から塾で教えてもらって。スマホの写真は何枚入ってる？2万枚くらいだと思う。見てみたいと思いまする。おお。あ、そうそうそう。2982。めっちゃあるじゃん。9902。中2で？多いかな。多い。バイトやってる？やってます。やってないです。好きなディズニーのアトラクションは？よーおえ、ランドだったら、あのビッグサンダーマウンテンとかが好きです。ミッツァスモールワールドとか。
カリブの海賊今やってる？俺たち海賊 C はマーメイドラグーンのとこのクラゲですか？違う、マーメイドラグーンとかマーメイドのとこの優しいジェットコースターとか。あ、はい、はい、水色のちっちゃいジェットコースターでしょ。違う、センターオブジアーズかも。あ、それです、それです。はい、センターオブジアーズ大好き。あ、オブジアーズだったランドが、私の場合はランドだったら、ミクサンダマンテン一緒。 C だったら、あの優しいジェットコースターが好きで真似されてるあと、センターオブジアーズパクられてる。あ、アラジンの魔法の絨毯好きです。学校行事で好きなことは体育祭です。ラジオコンクールです。アニメ見る？見る。見ません。あ、見ません。ガラコンつけてる？今はつけてないです。つけたことないです。つけたいです。今までで行った中で一番好きなところ？ディズニーランドかな。トワイスのライブですかね。 LINE のアイコン、バックアイコンは何？ LINE のアイコンはルセラフィムのうんちゅちゃんで、バックは東京の夜景です。アイコンはトワイスのジホちゃん、バックはホワイトです。最近見た映画はある？一番最後に見たのが交換嘘日記で、今度見ようとしていますのがゆとりですが何かです。私が一番最近見た映画は多分ドラえもんですかね。いつ？もう小学生。見たことないの？見たいですよ、もう行きたいですよ。見たい映画ないです。両思いだけど告白とかできる勇気ない、こういう時どうしたらいい？いい感じに徐々にくっついていく感じ。経験者が語りました一気に近づくんじゃなくてちょっとずつ、うんうん、で最終的にガチンコみたいな私はもう絶対勇気ないので待ちます。待ちたいです。私永遠に待ちます。お互い待ってたらどうする？待ちます何もなく終わっちゃうよ、はい、いいの？もったいないね。ちょっともったいないよ。何してる時が一番楽しい？音楽聴いてる時ですかね。カラオケ歌ってる時です。家族構成教えて。父、母、私、おい、リココです。ロング派？ボブ派？ロング。ロング。圧倒的ロングだけど、ボブかわいいと思う。ボブかわいい。でも似合わない、うちは似合わないからロング派。好きなサンリオキャラは？クロミちゃんです。いないです。3人の中で一番モテるのは？多分これ多分あれ。あー、確かにモテたことないんで、みんな。好きなぬいぐるみある？ポチャムです。あ、はい、イケアのサメです。枕です。あれ抱くの好き、本当に。何の枕？ピンクのクッション枕です。それぬいぐるみじゃないこれくらいのお人形さんです。ジブリちゃんのかぶり物かぶった。視聴者さんの考えた企画募集してる？してないね。募集しましょう。してみます。あら、ぜひお願いします。お願いします。行き手どっち？右。リココは左。おすすめスポットある？おすすめスポット、この時期六本木のイルミネーション、この季節、うんうん、あそこ三重県の岩のところです。三尾と岩？三尾と岩です。三尾と岩なんて？三尾と岩。とりあえず海探そうと思って。ああ、いいね。ストレートアイロンでうまく巻く方法教えて。確かに教えてほしい。うねうねかくるくるかどっちだ。あ、くるくる。それかなんかインスタで見たことあるのが挟んで、この中にも挟んで、うん、あー、知ってる。はい、以上です。はい、100問の質問に答えました。どうでしたか？ありがとうございましたはい、これで私たちをより深く知ることができたかな。人気の質問は身長、好きな人、彼氏だね。あ、そうだね、はい、やっぱ圧倒的だ。圧倒的な量をいただきました、はいはいはい、ありがとうございました。今日のところはこの辺で、この動画が良かったら500とチャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。